今日は連盟と釧路市の共同記者会見ということで、皆さんにご出席賜りました。で、今日は私の方から大きく2つのことを説明したいと思っております。で、1つは、プロチームのですね、アジアリーグ参戦のための審査基準、これを以前数値化するというご報告をしてましたので、そちらの報告と、でもう1つは、青少年育成並びに普及活動のための新しい、強化組織、これを連盟とは別の外部団体で作りたいと、完全外部ではないんですけども、連携した形で、アイスホッケーの普及に関する組織を作りたいと、いうことを報告したいと思っています。で、この後私の後は釧路市からのまたご説明があると思いますので、よろしくお願いいたします。で、まず冒頭で申し上げました最初のプロチームのアジアリーグ参戦のための、審査基準なんですけども、これは、過去に、釧路クレインズ様、正式に言うと東北海道クレインズ様、そしてその後ワイルズ様と、クラブチームがあったんですけれども、そのさまざまな経験と、あとは他チームのクラブチームのいろいろ私の方で、調査をさせていただきました。そこで、何が一番問題かということなんですね。で、この結論から言いますと、過去の例えばクレイズ・ワイルズさんに関しては選手はいたんだけど、やっぱり資金がない、どうしても資金がショートしてしまう、これがほぼどこのクラブチームもそこなんです。 99.9% そこなんですね。ですからどうしてもそのプロチームあるいはクラブチームになってきますと、例えばDRキャリアにおいてもですね、以前はDRではないんですよ、クレインさんとかワイルズさん、これは当時は 100% 運営会社の社員でしたけども、でも今私の資産では一応DRでやってもですね、最低1億はかかる。そうするとまずアジアリーグに参戦したい、それなりの選手も集めましたと言ってもですね、お金がありますかってことなんですよ。資金が大丈夫ですかって、そこの辺の審査をさせていただきたいと。で、これはいわゆる未上場ですね。未上場企業はなかなかその会社の決算内容は分かりませんから、上場企業は決算内容を IR 情報で、出ておりますので、これは独自で調査ができます。で、あと未上場企業の場合は、そこら辺はオープンにしてもらわないと審査できませんので、そこの資本金がいくらなのか、運転資金いくらご用意されているのか、これらのところはちゃんと審査させていただきたいと、あとは細かい審査は他にあるんですけども、まず一番大事な数値的、基準という部分では、資本金5000万円、これ最低ですね、最低5000万円、そしてこれいわゆる初期段階ですからね、で、運転資金5000万円、最低、1年間の活動資金がないと、途中で例えばチームの運営ができなくなりました、アジアリーグに申請したいけどもお金がありません、アジアリーグに、参戦するためには2000万円かかりますからね、最初は初年度は2000万円かかりますから、そのお金がないともちろん審査もできないわけですね。ですからこれは過去の私たちのいろいろな学習で、やっぱりこういうところは、資金面でしっかり説明していただいて、そうした上で審査しましょうと。すでに皆さんご存知のように、もうチームを持ちたいって方も出てきております。ですからそれはもう大いに結構でして、それはもう応援したいところなんですね。ただ選手もいない、資本お金もない、でそこでじゃあ私たちができることは何かって言ったら、私たちはそのお金以外のところで、そういう基準以外のところで何か支援できるならばしたいと思っております。ただ最終的にはその審査基準っていうものが今までなかったので、
まあアイスホッケーのデュアルキャリアにおいても最低資本金5000万と運転資金5000万なければこれは運営できないことは誰でも分かっておりますから、まあ、そこだけはクリアしていただきたいというところで、今のところ私の方ではそう考えております。まあ、この後ですね、有識者会議、金融機関あるいは税理士等の先生方も含めてあと企業人も含めて、有識者会議で最終的なもうちょっと細かい詰めが必要になってきますので、この後、まあ、1ヶ月ぐらいの間でですね、決めていきたいなと思っています。そして2つ目ですけども、まあ、本来の聖アレンの役割というのは青少年育成がやっぱりドンと真ん中に来るわけですから、まあ、これをちょっと今回プロの件で忙しかったのでドタバタしてはなかなか前進できなかったことがありましてですね、まあ、本来は連盟でやりたい連盟だけの組織でやりたいんですがやはりちょっとこのホッケーというのはかなりお金かかりますからですから連盟のタスクフォースではないんですけども連盟の組織としてはあるわけじゃないんですが、まあ、連盟の理事や役員が、まあ、自由に参加できる組織、興味ある人はそっちの新しい組織に来てもらいたいということで考えています。これはまあ仮称ですね釧路アイスホッケー推進協議会、まあ、仮称ですけども、まあ、こういう名称でですね、アイスホッケーの今後の普及活動に強化したいと思っております。でこれはまあ大きく分けましてですね4つのワーキンググループに、分けて、活動したいと思っております。で1つは、青少年、育成支援部会、まあ、これは先ほど申しましたね小中高生の小学校中学校高校生のアイスホッケーの普及をさらに推進できないものかどうか、そしてもう1つはプロ誘致、これは連盟がプロ誘致するという行動はちょっと問題がありますのでですから連盟と違う組織でこのプロ誘致プランというのをですね、部会を作って、前進していきたらなと思います。そして3つ目は釧路は、まあ、いわゆる女子のアイスホッケー、これはもう皆さんご存知のように、オリンピックに出れる実力があってさらにメダルも候補だということでこれは、まあ、男女オリンピック強化選手育成部会こういうのを一つ部会として、作らせていただいて、現在の頑張っている選手たちのプロ選手たちの支援ができないかできないのかなとしたいなと思っております。そして最後にですね北海道アイスホッケー推進部会これは、プロアマ、まあ、小中高も含めて、まあ、いずれにしても北海道アイスホッケーだけじゃないんですが全ての、行政区域は日本全体が人口が減っていく、まあ、そういった中で、特にアイスホッケーはものすごい設備のかかったスポーツです。おそらくアイスホッケーがスポーツ業界で一番だと思うんですね。これ大変な設備を用意しているわけですからこの設備を無駄にせずにもっと活用をしていくということも含めてこの北海道アイスホッケー推進部会というのはですね北海道全体のアイスホッケーも考えていきましょうよと釧路そして北海道全体でアイスホッケーの普及活動をもっと前進できないものかというところで、この部会を今作らせていただきたいと思っています。そういうことでですね釧路仮称ですけども釧路アイスホッケー推進、協議会、これは4つのワーキンググループによって、まあ、スタートしてみたいなと思っております。大体私の方からはこういうところなんですけども、まあ、なぜ氷徳城と言われているぐらいですからとにかくその、まあ、アイスホッケーだけじゃないんですけどもねスピードスケートもそうですけどもまだまだいろんな形の冬の競技リンクを活用した競技もまだまだ可能ですから推進はですから、そういうところも含めてですね、私たちもこの冬のスポーツに関してはですねこれからも頑張っていきたいなと思っております。今会長がお話しした中で内容についても私たちも共有させていただいててちょっと補足しなきゃならないなという点がありますのでまず
先ほど言われてました審査基準っていうのは、アジアリーグに参戦するにあたって、釧路アイスホッケー連盟がの推薦がなければ、次のステップに進めないというルールがあります。その中で、釧路アイスホッケー連盟が推薦を出すにあたって、やはり一定程度の、健全というか、チーム運営に関わる資金的な裏付けが必要だということが、やっぱり今までの経験の中で一番大事だという判断のもと、一定の審査基準を持ちたいというのが今の会長のお話になるかと思っております。合わせて、この、釧路アイスホッケー連盟推進協議会につきましても、一時的に今プロアイスホッケーがない状態が続いておりますけど、まあ、会長、釧路アイスホッケー連盟の会長である谷川会長がやはりこのその間、京都釧路というものをやっぱり守っていかなきゃならないということで、別組織に、を立ち上げて、そこに民間のお金も入れて、でそこに資金運営的な裏付けを持った中で青少年の育成、それからプロ誘致活動、プロアイスホッケーチームの誘致活動、それと、オリンピックの強化、オリンピック選手の強化、北海道のアイスホッケーの、活性化みたいなことを釧路の中で発信していきたい、まあ、やっていきたいというのが今会長の説明があった内容かなと思いますので、ちょっと遅くさせていただきたいと思います。で、市といたしましても、やはり審査基準というのはこれまでのやっぱり、経験、東北海道アイスホッケー、東北海道クレインズ、それから北海道ワイルズの、まあ、残念ながら釧路に根付かなかったということを経験を踏まえますと、一定程度の基準は必要だろうということは私どもも同じように考えているところでございまして、やはりそこに集う選手、監督、関係者がやっぱり1年や2年でチームがなくなることで、やっぱり生活ということが安定できないということは、やっぱり選手を集めるチームにとってもやっぱりそこは重要な問題だと思ってますので、資金的裏付けということは今までも会長とはずっと同じような認識の中お話ししてきたと思います。で、まあ、新たに、例えば、立ち上がったチームがアイスホッケー連盟の推薦を受けた場合には、行政といたしましても、相手方との協議によりますけど、できる範囲の支援ということは考えていきたいということを思っております。まあ、その具体的なものにつきましては、これまで今まで東北海道クレーンズ等に行ってきた支援をもとに基準に考えていきたいということは考えております。また今動きがある地元の人方が立ち上げとしているチームにつきましても、今チーム名の募集等を行っておりますけど、行政といたしましても、そういうチームからの要請があれば、行政としてもできる範囲の支援がしたいということを考えております。しかしながら、その支援というものはやはり先ほど一定程度の基準をクリアしたものについては、深く、金銭的なものも含めての支援ということは考えられますけど、今現在のものにつきましては、相談ですとか協力できる範囲の協力になるかなということを考えているところでございます。あるでしょうか。まあ、もともとはですね、プレゼンテーションというのがございまして、これはワイルズさんの時に私どもが初めて体験したことなんですけどもね、まあ、さまざまな地域貢献も含めた、クラブチームを運営するためにどのような社会貢献を行っていくか、あるいはプロ運営チームを地元と推進していくかと、まあ、そういうようなさまざまな、まあ、ちょっと広範囲なプレゼンがあるんですけども、まあ、そういったことと、もう一つは、この会社として必要な資金、これが会社がないのにプレゼンはできませんから、会社というのは資本金ゼロ円ではできませんし、少なくともこれは1年目で1億かかる商売ですからね、これ商売ですから、ですから最低基準の安全性というか、そういったことを担保させていただくために、その数値面では作らせていただきました。セナレンさんとしては、まあ、今回の動きでいうと、プロチームをやりたい企業を募集しているというような形になるんですか。
まあ、これは、まあ、そう捉えてもらってもいいと思うんですよ。ただシェアラインとしてもただ黙って見ていてもしょうがないですから、先ほど申しましたように別組織の推進協議会を作って、そこでプロチーム誘致プランをやりましょうということです。まあ、シェアラインがこれ直接やるわけにいきませんので、シェアラインの仕事ではないんです。ですからここはちょっと連盟と指導の倫理観がありますんでね、ですから別組織で作らせてもらう、そういうことなんですよ。でそこに、青少年育成も入ってきたということですね。ですから連盟にも強化委員会がありますから、これと青少年育成がの方に来ていただいて、そして一緒にこう推進していくということです、ね、じゃあ今回は、まあ、あくまで審査基準を連盟さんと市からこう示しがあったっていうのは置いておいて、実際にこうプロチームになるためには先ほどおっしゃった推進協議会とこうやり取りをしていく。いえ、すいません、ややこしいですよ、ごめんなさいね。推進協議会は別です。推進協議会は審査しません。すみません、まずは推進協議会のことは忘れてください。まずは連盟の仕事、今日は説明2つありますけど、1つはその数値的基準、これは連盟の仕事ですね。そして連盟を支えていく、今度は連盟の運営自体、アイスホッケーそのものを支えていく新しい別組織で、民間の組織でですね、支えていきたいなということです。これは審査基準は全く関係ありません。ただプロ誘致の活動はいたします。募集とは別で推進協議会としてもプロ誘致の活動、まあ、募集もそれは兼ねて兼務になってくると言いますけどね、もうぜひやりたい方がいらっしゃったらですね、それは、ご推進いただきたいと思っています。例えば、まあ、釧路市内の企業、道内の企業であるとか、そういった条件付けっていうのはないっていう理解でよろしいでしょうか。釧路市内の企業ですとか道内企業であるとか、そういう北海道にゆかりがなくても募集に応募することは関係ない。当然ですね、日本ハムも野球の日本ハムも北海道じゃないですから、まあ、そこはグローバルに考えた方がいいと思うんですね。ちょっと補足でいいですか。あくまでもそれ今会長の方からはいわゆる運営母体のある企業っていう意味だと思うんですが、皆さんご承知の通りアジアリーグのチーム自体は、まあ、サッカーも野球もそうですけども、各地方の都市と密着に関連するっていうのは条件になってますよね。なんでそういう意味ではどこでもいいですよ。じゃああくまでも運営母体になるその会社がどこかっていう部分で今構わないっていう会長の話だって、例えば東京に本社がある会社であるとか、あるいは四国に本社がある会社であるとかが運営母体の出身になりますよとか、あるいはメインオーナーになりますよって、もしなってきた場合にはそこはそこで構わないけど、あくまでもできたチームとか運営母体自分ではやはり今考えているのは釧路を基盤にしてっていうことなんで、で、まあ、一都市一チームっていうような形で今ルール上は進んでいますんで、釧路地区、東北海道の東は さっき会長申し上げたようにひらがなにしている人にはいわゆる釧路市と限定しないで釧路管内を含めた、まあ、もしかすると道東地区も含まれるのかも分かりませんけども、そういうことで、まあ、道南方面はすでにレッドイーグルスがありますのでかぶってしまうということがすると審査は通らないですよね。という意味で のどこの企業にも構わない、チームはでもここに置きたいというのが今の気持ちであります。だから、もう一点推薦のさっき話なんですけども、現時点でアジアリーグに参戦するためには所属団体の、連盟の推薦っていうのが必要になってくるんですよね。ご承知の通り、じゃあ所属団体ってどこなのってなった時に最終的には、まあ、例えばこれまでの東北海道クレーンズにしても北海道ワイルドにしても登録をしていたのが窓口が釧路アイスホッケー連盟を窓口にしていたわけでして、最終的には日本アイスホッケー連盟の推薦が必要になってくるわけですよね。ところが、まあ、ここの中でも詳しい記者の方はご承知のとおり日アレンと西アレンの関係っていうのは直系の下部組織にはなってないんですね。ですよね、任意団体っていう扱いになるんで、で直系の下部組織になるのは一般財団法人である北海道アイスホッケー連盟なんですよね。で北海道アイスホッケー連盟の
推薦を持っていって日亜連が最後推薦したければ所属連盟の推薦にはならないんですよ、今のルールで言うと。でもその前段として窓口になっている釧路アイスホッケー連盟がある程度推薦を同和連に出して、同和連とセガ連のものを日亜連で協議してっていう、これは流れになろうかと思いますけども、これについてはクレーンズ、東北海道クレーンズと北海道ワイルドの時に初めて生まれたことであって、それまでの、まあ、いわゆる日本選手クレーンズの場合はアジアリーグに参戦した時にはもともとの実業団チームから変わってきたんで、すんなりとすって言っていた経緯があって、初めて東北海道クレーンズの時にこういう作業が出て、さらに昨年の北海道ワイルドに出たと。ところがスキーショートってさっき話があったんで、アジアリーグに参戦する段階で資金的な部分をっていう会長の意図って取っていただいていいですね。で、審査の推薦の中には資金面とか運営面とか選手面っていうのはないんですよ。全部ひっくるめて所属連盟としてこのチームのアジアリーグに参戦するのが可か不可かっていう推薦にあるものですから、戦力は揃ってます。ところがお金は全くありませんとか、お金はあるけど戦力は10人ですっていうのだとなかなか推薦にはならないんで、ある一定の選手とそれを支える資金力が見込めるんで、地元アイスホッケー連盟としてはぜひアジアリーグ参戦してほしいっていう推薦状になるわけですよね。なんであくまでも繰り返しになりますけども、アジアリーグに参戦していく段階でその資金面の基準っていうのを捉えていただいて、チームが立ち上がる段階っていうことではないっていうふうに捉えていただけるとありがたいなと思います。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。他にご質問ございますか。はい、どうぞ。ご質問お願いします。まず、審査基準だったんですけど、賞金5000万と NHK 5000万5000万になって、このなんか金額の根拠。そうですね、まず一つはこの相対で1億かかりますから最低、1年目1億あっても2年目が0円だったらこれは2年続かないんですよね。だから2年目以降の審査はできません。これはもうそのまま進んでいくしかないんですけれども、まず使用金5000万というのは、各クラブチームの調査させていただいた中で、まあ、この辺が妥当だろうというところです。まずはまあ、以前に資本金100万の会社があったんですけどね。でこれは資本金100万円と5000万の違いは何かというと、これはいわゆる最終的に1億円集まれば、ね、資本金5000万のも100万のも同じじゃないかと思う方がいらっしゃいますが、これだいぶ違うんですね。資本金100万円を私がオーナーとして、一人オーナーとして会社を作ったとします。これ100万円でも1万円でもできるわけですよ。そうすると私は例えば資本金100万円のクラブチームを持ったとします。それで残りの9900万円は、スポンサー、いろんなスポンサーから集めたとします。でそうすると私は出した出資は100万円です。そして、まあ、お金を集めるのも大変なことなんですが、100万円しか出資してないということはですね、これはまあ極端に言うと5000万円出している経営者と比較したときに、5000万円の資本金というのは会社に貸し付けにならないんですよ。ならない。500万円の最初からまあ極端に言うと500万円の運営資金を持って資本金とします。だからこれが5000万円がなくなっても使い果たしても、その後その5000万円は会社に貸したことにならないんです。ですからリターンを求めていないお金ですね。これが100万円の会社と5000万円の大きな違いなんですね。ですからまあこれだけのクラブチームを運営するのに9割以上をスポンサー集めるというのはまあ不可能だと思っておりますけれども、まあ運営姿勢として、運営会社の姿勢として最低限のモラルとしてね、大体5000万は最低限必要だろうと、まあ、これは各クラブチームの調査をさせていただいていただいた中で、釧路という市の環境といいますかね、人口とかいろいろな経済面とかそういったものをちょっと考慮した中で決めさせていただきました。1年間で1億円かかるから、大体最初いわゆるスタートするためには1億円必要なんですよ。
そのスタートの時点で100枚しかありませんと。というのと、いや、5000枚あります。そして、もう5000枚はいろいろな形で集めたいと思ってますという方と、だいぶ環境違いますよね。ですから、そこは1人株主でなくてもいいんですよ。ですから、これは10人株主で5000枚でも別に構いません。ハードルは高いんじゃなくて普通です。普通なんです。これが高いという人は最初からプロチーム持てないです。だって運営資金1億円かかって、例えばアイスホッケーでいうと、この収入いくら見込めますかね。普通1億円の経費かかったらですね、最低収入2億円必要なんですよ。どんな会社でも2億円は必要なんです。でも収入が1000万とか2000万とかあるかないか、その厳しい状況の今状況ですから。でそうするとハードルが高いんではなくて、また低い感じなんですね。ですから、そこはまあ、いわゆる経営感覚として当たり前であるというふうにご理解いただきたいんですよ。別のもう一個の組織のことだったんですけれども、改めてその、連盟とは別で、その連盟ではその倫理的にというお話だったんですけれども、その別の組織でやるということの意味というのをもう一回改めて。これはね、私が立ち上げる協議会ですので。そうなんですよ。ですから、ちょっと難しい。今ね、そこら辺の私が代表を務める場合は連盟の会長を降りてやろうと思ってますし、違う方に代表やっていただく場合は、ちょっと会長は来年の5月まで、6月かまでは席を貸してもらおうと思ってますが、まあいずれにしましてもね、現在の会長の立場で、連盟の会長の立場でこれを立ち上げるっていうのは、やっぱりちょっと、そうすると私が一人二役で、やっぱりプロチームに関わってるんじゃないかということになると、ちょっと誤解を招くので、まあ、あくまで、連盟の仕事はプロチームを誘致するための組織じゃないんだね。審査する組織ですから。ですから、そこが誤解を招かないように今考えています。その誘致プランというのもおっしゃいましたけど、今なんか構想してあるなんかプランってどういったものですか？それはまだしっかりした骨格はないんですけども、まずこれは誘致ってことはもうここに入っておりますんで、基本は企業に来てもらう、運営会社を探すってことですね。ですから、その点においては、上場企業の場合は IR 情報を見て研究できますし、未上場企業の場合は、直接ご応募させていただいて、さまざまな説明をさせていただくと、そういうことで、その、プランって書いてますけど、これは運動組織ですよね。プロ誘致運動と思っていただいてもいいと思います。はい。何ございますでしょうか。協議会のメンバーにも、スポーツ課長ですが、私とかは直接入って部会の中に入りたいと思っています。特にプロ誘致部会については、やっぱり行政、連盟、経済界が一緒にならないと進まないと思っていますので、そういう立場には積極的に加わりたいということを考えています。実質入っていって一緒に行ってください。はい、はい、今別の民間の方がチーム作られていると思うんですけど、今連盟を取ってチーム作ろうとしていて、そっちは別のチームで、まだこれは芽が出てませんのでね、原さんの件ですよね。まだ、資金がどうなっているか、選手がどうなっているか、その細かい情報は全く入っておりませんので、この間はチーム名も募集されておりましたけどもね、ちょっと私としては、2、3度お会いしてるんですけども、最近ちょっとお会いしてませんが、これは要は他にもチームを持ちたい、そしてお金はないけどチーム名募集したい、このいわゆる手順がそれぞれバラバラ皆さん、例えばお金を先に準備してから選手を揃えて、そしてチーム名という会社も、普通はこういう形でいくんですが、人によってはお金は後でいい、選手は今いないけど先にチーム名募集したいという人もいるかもしれませんが、そこに関してはちょっと連盟が関わることができませんので、
ただ手順はちょっと、大丈夫かなって感じはしておりますけどもね、我々がそのこれから気をつけていかなきゃいけないのは、例えばいろんな方が手を挙げてきたときに、連盟とは、ですから基本的には連盟とプロチームをやりたいという人方が最初から連携することはないんですよ。というのは資本金と運営資金1億円集めるのに、例えば5000万まで集めたんだけど、すいませんできませんでしたって言ったときに、集めたお金どうしますかってことですよ。まだ選手も揃っていない、でも5000万集まりましたね、5000万だと半年しか運営できませんから、そうすると集めたお金はすいませんもうないですって言ったときに、これは大変な問題が起きるわけですよ。会社もできていないで集める、例えばこれは幽霊会社に対して出していることになるわけですね。まあそのスポンサーに対しての集め方によるんですけどもね。ですから私としては、まあいろんなさまざまな事故が起きないようにするためには、ほんま本来であればね、やっぱり会社を作って、それでそこでちゃんとした会社です、いわゆるスポンサー活動をお願いして歩くとか、まあそういう形の方がね、まあ安全性は高いのかなと思っておりますけども、今原さんに関しては、まあ、50人今活動されてますから、まあ、それを、ね、妨害する気は全くないですし、逆に応援したいんですよ。ただ、まあ、気をつけないといけないのは、その手順が逆になってしまった時に、いろんな協力してもらった人が、増えてくるわけですから、そこにご迷惑のかからないようにね、してもらいたいなとは思ってますけどね。チームだったら地域一体となって応援することは難しいのかと思って。それはだってもう1チームまた出てきて、それはそこも応援しなきゃ、こっちも応援しなきゃ。だから連盟の仕事はそこじゃないんですよ。連盟の大事な仕事はそこの連携じゃないんです。以前に、なんていうかな、まず連盟の仕事は審査基準をちゃんと審査するってことなんですよ。でそれ以外のところでお手伝いできることを、支援できることはしたいと思ってますよ、ね。まあ、例えば選手の就職活動とか、例えばですね、まあ、そういうことはもう一度もお手伝いしたいと思ってますけど、ただできることとできないことがあると思ってですね。でそれを、まあ、1チーム7万しても2チーム目3チーム目出てきたときに、じゃあそういうことであれば自分だって手を挙げたいという人もいるんですよね。でそうすると連盟はそこで全てのチームを公平にということができなくなってきますので、基本は連盟の仕事はそこじゃないです、審査基準ですということです。で、プロ誘致に関しては別組織でやらせていただくということですね。従来その東北海道さんはなし崩しで、まあ日本政治がパタっていったから続けるためにやった、それで、まあ、資金面については不安はあるけれども、それで承諾したという流れがあって、でその後、まあ、ワイルズさんについては突然現れて、きれいにいつの間にかいなくなったというところもあって、まあ、その基準について論じる機会がなかったんで、改めて今回こうしっかりとお金こういうだけ必要ですよっていうのを、まあ、連盟としての立場としてしっかり主張したと、そういう受け止めでいいですか。まあ、そうですね。それとやっぱりその、このプライスホッケーに関しては地域密着型ですから、その地元からのスポンサーを集めるわけですよ。これ活動としてはですよ、そのチームが。だから、まあ、今回クレインさん、そしてワイルドさん、いろんな形で経験させてもらって、やっぱりその市民や経済界が気持ちよく応援したくなるようなね、まあ、そういうような一つの我々がその協力的なところで、やっぱり一番大事なのは、連盟としては資本金、運転資金や資本金大丈夫ですかと、ここの心配をちゃんとしてあげなければですね、みんなプロウェイの素人だ、プロは誰もいませんから、誰もいないんですよ。手を挙げる人は絶対に素人なんです、プロはいないんです。ですから特に全てのクラブチーム見たら分かるように、全部ほとんど大変な、もうものすごい苦労されて運営されてるわけですからね、まあ、そういった意味では、まあ、市民にも迷惑かけないように、で、もともとその審査基準というのがね、それは他の連盟もそうなんですけど、ないんですよ。ですから
釧路は釧路で釧路の経験において、同じような失敗しないように、まず作りましょうということで今回水中面で作らせてもらったというのはやっぱり全ては資金ショートから来ているのでということです。